はい、再度思うメンソーレ、人生はディスカバリーや。ということで本日3月25日もう2022年ね、待望の約束された神ゲー新作 3D アクションゲーム星のカービィディスカバリーをやっていこうと思うんですけど、まあ、とりあえず触りとしてね、このゲームがどんなゲームか皆さんに伝えるために裏ボスやるわ発売日にすぐ裏ボスやってしまう性癖やめな。で、なんでこんなことからやっていくかというと、このザ・アルティメットカップ Z 負けたんだよ俺。クリアするまで終われませんっていう配信をやって、まあね、大体10時間ぐらいやったんですけど、それにね、敗北して意識を失ってそこで終わるという、そういう集大をさらしてしまったので、なんとしてもこれは勝たなきゃいけないリベンジマッチ。そしてアルマパルパ幻、いきなりね、なんか始まって何が何だか分かんない人も多いと思うんですけど、まあ、簡単に言ってしまったのはボスラッシュです。で、これは全てのボスが強化された形態を12連戦か13連戦やっていき、で、その後にね、出てくる裏ボスを倒したいんですけど、さあ、で、俺こいつのね、このアルパラパとかいうアルマジロの方が普通に表ボスとかよりも嫌いなんだな、強いんだよ。見てください皆さん、この 3D アクションになってもまるでね、今までと違和感を感じることなく爽快アクションがかませてしまっているカービィ。待って、これあれなんだな、俺が今使ってるギャラクシーソードっていうのは、これソードの最終強化なんですけど、あ、ちなみにもう一個ね、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、てか、いや、もう裏ボスやってる時点でネタバレもクソもねえわ、ネタバレ注意ですそう、先に言っとくの遅れました。で、こいつのね、もう一段階強いやつがあるんですけど、ギャラクシーソードでもこの強さ。これとんでもないことに気づいたんだけど、これあれかな、なんか体力が二重になるバフつけてるんだけど、これつけたらこのね、ソード体力がマックスの時だけ波動みたいなのが出るんですが、ブレスオブザワイルドのリンクみたいな感じでね、マスターソード、これ体力マックス状態扱いになって常に波動が出るっていう最強状態。そしてキャロライン幻、獣は大歓喜。今回せっかくだからずっと同じコピー能力使ってもあれなんで毎回毎回その出たコピー能力って戦うわ。ジャスト回避、押しがめっちゃ崩れてる。待って、クリスタルニードル強いぞなんかえ、これザコ専門のコピー能力かと思ったけど、普通に強いんだけど、ホイール涙目か。まあ、一応ね、ちゃんとワイルドハンマーと、あとなんだかな、ギャラクシーソード以外は全部最終強化までやっているので、それと星が足りねえんだよな。ジャスト回避2連。この星のカービィはね、カービィの鏡の大迷宮で時代が止まっているんですけど、あ、でも一応スターアライズと星のカービィはみんなね、4人とか友達としてやっていたのは記憶なんだが、この1人でやるカービィがね、あまりにも新鮮。あと強すぎないクリスタルニードル強すぎない、こんな強かったっけ。トルネードとクリスタルはね、対ボスあんま微妙で、ザコに対しては強いっていう感じだったんですが、出たよこのハンマー、最弱能力、俺の中で一番今ね評価低いハンマー。なぜかというと俺がハンマー使えないかな、当たんねえんだよなこれ、そもそもこんだけ貯めなきゃいかんねんっていう、まあ、もう一段階、ええ待って、ワンパンで、ちょっと待って、これ初めて当てたんだけど、この鬼殺しハンマー壊れなんてもんじゃないんだけど、え、待って、ハンマー最弱かと思ったけど、これ当てたら相手ワンパンで死ぬんだが、おいおいおい、しかもこれ最終強化じゃないんだけど、あ、バこう、さらにバグ並みに強いね、これ勝った、来ました。マキシムトマトじゃなくてオレンジなの嫌がらせだよ、これより低いランクのモード全部さ、相手弱いくせにマキシムトマトっていう、こういうの食わねえよって感じなんで、相手が強い今回に限ってはこのオレンジ、こいつ掴み合わせるから気をつけろ、ガードがね効かないんで、まあ、基本的には回避に回避を挟みつつ、俺がね今回一番好きな能力の一つ、一番好きな能力の一つ矛盾してるけど、これとねカッターとレンジャーっていう能力が好きなんですけど、まあ、レンジャーとドリルですか、新しいコピー出てないから、そんなだったらドリルがあんま面白くないからレンジャー行った時になってしまうんじゃないでしょうか。さあ、このカッターの圧倒的火力とどまらせといてね、戻るカッターと、あとなんか近づいてファイナルカッターみたいなのがクソ強いんだよ火力の鬼。あ、で一応ね、体力ゲージの下にある攻撃アップとスピードアップバフ積んでるんで900秒、まあ、いざとなったらマキシマトマトも1回で食えるっていう万全の状態を期して、もう絶対に一発でクリアするという熱い意志。さあ、次はトルネード。トルネードな、昔のなんか俺のやってたカービィでは最強のコピー能力っていうイメージあったんですけど、まあ、今作はね、このトルネードずっとやってる間無敵というわけではなく、痛い普通に食らっちゃうんだよね、このダメージ。で、途中で解除することによって、あとこの後ろに王を引いてるやつ、ここに持続ダメージがあって、あとは巻き込んで星を一気に解放することによって、それが相手に飛んでいき、さっきのクリスタルリンドルみたいな大ダメージが与えられます。さあ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 、デデデデ大幻、これデデデ、あれ、あ、来ました、ゴールドならぬディルド、新敵からね、あれ投げつけてくるから。デデデ大王の BGM 好きなんだけど、このデデデ戦では流れないんだよ、安心してください、もう一個ねデデデ戦あるんで。
で、あ、来た、マックス村井。このね、モンスターストライクのように相手とね、見えない壁に挟むことによって、最強火力。相手に当たるとね、弾き返されちゃうんですけど、こういう風に、挟まることによって、壁ドン、ぶつけていって、まるで最後、高森。触るかな、このネタ。またクリスタルニードル。俺がモンスターやってた時代は、最後、高森っていう。なんか、壁に当たるたびに威力上がるやつを俺使ってたから。それで戦っていたんだが、ワイルドフロスト来ました。こういうね、なんか中ボスみたいなやつら、まるで相手にならないので、ガン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 削っていきましょう。最終強化はね、言うてどれも強い。うん。最終強化弱いのハンマーとドリルだけだと思ったけど、ハンマー、あれ、なんかワンパンで死ぬことを思ったら、もしかしたら一番強いかもしれない。で、続いて、これ、ブリザードね。ブリザード最終強化は、まあ、フリーズとね、ブリザード使えるんですけど、回避ができない代わりに、このようにね、完全ガード、唯一の。ガードをしてもノーダメージっていう、しかもこの凍傷状態みたいなのが、相手にあるおかげで、相手の動きを止めつつ、最大で、ね、最も硬いね、コピー能力でも、断言して、戻れないでしょー、このまま押し切りたい、オッケー。ちょっと待って、順調すぎるんだけど。今のところ、おい、早くお前、死んでくれ。今のところ超順調。攻撃アップ、これバフどんぐらいになってる？なんか、1.5 倍ぐらい入ってる気がするんだけど。またニードル。うわ、しかも皆さん見覚えのあるシルエット来ましたね。ウビスピーウッズならぬ、これアローラらしいだから今作。トロピカルウッズ幻。氷4倍弱やな。とりあえず凍らせましょう。まあ、こいつですらね、普通にやったら結構強いんで。いかに火ダメージを受けずに、ラスボスまでいけるかが。もうラスボスまではね、俺初見じゃないんで。この辺はね、言うて、ダメージを最小限に抑えていきたいところはさ。ブリザードと相性悪すぎだろ。完全ガードあれば。で、このね、完全ガードあれば無敵じゃんとか俺も思ってた時期があったんだけど、出た。さあ、スケート羽生譲るしていって、いや、一瞬待って、浅田真央か。この間を隙間通っていって、こっちかな。これ、水で、わかんねえ。ここが、オッケーオッケーオッケー。さあ、これ飛び道具とか反射されるから気をつけないといけない。で、完全ガードあれば無敵じゃんと思っていたんですけど、掴み技とかね、ガード向こうの技が結構多くて、こいつはないと思うんだけど、あ、でもこいつなんか吸い込みとかはあるのかな。消しとんだけど体力。このゲームね、なんか急に意味不明なダメージ入るんだよな。急に、え、何今のダメージっていう。とてつもないダメージ入るから、結局どのコピー能力が強いのかわからん。さあ次、ドラゴニックファイア行きましょうか。PV から出てたやつね。ゲットエン死ねえぜ。メタナイト、こいつ強いんだよな。メタナイト幻状態でだいぶ強い。そして、このドラゴニックファイアね、多分あんま強くないんだよ。最終強化の中では。ただバーニングと火吐くだけなんで。そもそもボス戦で俺があんま使ってないから強く感じないかもしれないんだけど。知らんけど、ちょっとね、地味なんだよね。絵面が。絵面が地味なんだよ。見た目と炎クソかっこいいんだけど。あ、でもバーニング弾かれない。で、で、で。ぶつけらね、バーニング弾くやつがいて、そうなるともうこの火を吹くしかないんだけど。ただ、これなんか火傷状態みたいな感じで、今の相手の必殺技です。クラウドとスマブラの最後の切り札みたいな感じ。あれもガーフなんだよ。え、なんか超ダメージ入ってない？いつこんなダメージ入れたってくらい入ってんだけど。この間にちょっと、炎上も押しとこう。一旦下は炎上も押していって、隕石を避けつつ、これ3回来るから、全部避けて、多分この辺もガーフなんだろう。でね、この作はね、スノーカービィも結構強いから、まあ、バニラで星を吸ってね、相手に当てるのも、3D だから星当てるのむずいんじゃないのとか、思うかもしれないけど、意外と、何の違和感なく、できてしまうんで、バニラ状態カービィでもね、むしろ、そっちの方が強いみたいなのがありそう。さあさあさあ、火だるまにしていって、継続ダメージが、やばすぎて、これかっこいいな。ドラゴン状態と、あ、燃えてるメタライト、どっちがどっちだか分かんなくなっちゃうんだけど、本当に無限に継続ダメージ入ってんの。おいおい、あと一発バーニング当てるだけで終わっちまうぜ。ジャスト回避から入れていく。オッケーオッケー、順調。だいぶ順調。一回目このメタナイトでボコボコにされたからな。もう剣道士じゃなくて、あれには炎とか遠距離攻撃でぶつけちゃっていいでしょう。で、次がなんだこれ。あ、オートサーチボム来た。これはね、いや、なんかよくわかんねえんだよな。相手の方向に勝手に行ってくれるボムなんですけど、で、これがチェインで連なったら爆発するっていう。だから相手に直接ぶつけるんじゃなくて、ちょっと相手がね、いない方向に投げることによって、チェインを連ならせて、なおかつ、この継続ダメージみたいなのを当てていけたら、火力が出るとか、そういう感じか？これ相手がステージを傾けてくれるから、自動的にね、ボムが、いい感じの場所に行ってくれるっていう。二刀流デデデ。クリア後ね、こいつに話しかけたら、なんかデデデのハンマー出たわ。それもね、レアスターが動かないといけないんですけど、意外と強いぞ！意外とダメージ入ってる。あと使ってないのになんだ？ドリルと、確かに、ジャンプで避けて、
変にね、ジャスト回避狙いすぎない方が、なんかジャンプの安心感すごいんだよ、モンスト。だから、あとは、あ、これ第2形態あるやつか。そうだ。で、これで皆さんおなじみ、デデデ大王のテーマ。かっこよすぎるよな、これ。意味わかんねえんだけど、これ。この技。あいつが吠えたら隕石出てくる。赤犬かよ。流星火山。赤犬じゃねえか。クジトラ。さあ、うまいこと相手が走って、来そうな場所にこのボムを置いて、爆風ダメージを与えたいんですけど、俺が知ってる時代のカービィと違すぎて、アクションのド派手さが。まだついていけてないんですか？ガードとか回避とかそもそもなかったからな。そもそもコピー能力に技1個しかなかったし、スマブラとか UFO とかは何個かあったけど。OKOKOK。これはもうそのまま、OK! 仕留めて行くわ。早すぎ。デデダイオ3回あるからね。謎に優遇されてる。デデデがラスボスでもよかったもんだけどな。やべ、ここにいたハンマー来た。誰だっけこの。でもあと3戦だから、あ、あれだ。もうここから連続裏ボスだ。ライオンとナイトと裏ボスか。いけるかなこいつ。ハンマーでいけるかな。ちょっと近づけないで。避けて、ジャスト回避から、鬼殺しハンマーまで。間に合うのか、なんか、見た目が弱そうなんだよな、この武器マジ。当たれ待って、え、食らいすぎ。あれ、なんか、ザコボスだったから一発でいったのかと思ったけど。逃げ、一冊じゃん、これ。スズメバチさあ、これ第2形態あるの。エミリンが。エミリンチャンネル出てくるから。キモすぎ、ワロタ。こいつはあんまり強くなかった覚えがあるぞ。おい、レンジャー使いたいのに。俺、大体のボスストーリー中、レンジャーで倒したから、近接戦、得意じゃないんだが。イカズチ、もう一発来る。で、これ、ジャスト回避中もね、無敵じゃないんだよ、別に。無敵じゃないから、ちゃんと、多段攻撃はね、両方避けないといけないっていう。ジャストラッシュみたいなのがあればいいのにね。ブレスオブザワイルドみたいに。破壊ごと来る。まるでブロリー。ブロリーの映画でこんな攻撃してたんだ。あ、止めれもう一発、もう一発。もう一発、鬼殺しハンマーで。ハンマー投げみたいなのがあればな、熱いんだけど。それはね、コーンしかない。今回操作説明ないから。大体ポーズメニューを押せばあるんですけど、簡単アクションになってる代わりに操作説明がないっていう。制約と制約。くっそ当たった。星で倒すか待って、超ダメージ食らってる。一応2個目の体力があるとはいえ、危ない。分離してる。どっちがどっちかわかんない。ハンマー消える。うわ、ハンマー消えた。さて、緊急事態。バニラで戦わないといけない、これ。バニラ求人。あ、でも言うて、これ、星2個吸い込んだら、スーパー吸い込みアタックが、でも割とダメージえげつないよね、やっぱり。いくら攻撃アップがあるとはいえ、さあ、3D 走行アクションかましていく。よかったよ、なんかジャスト回避できなかったけど、ホップステップしたのがいい感じにハードを泳げたわ。そして、これはね、ちょっとカービィファンにはおなじみのシルエットになると思うんですけど、俺はね、これ初めて戦う。初めて戦うっていうか、初めて戦った。ここでギャラクシーソードの松井が。ちゃんとあの2段階目のゲージ残ってるから、波動も出てくれるぜ。何ナイトだっけ？変態仮面だっけ？バラフレーナイト。俺これ初めて見たんだよな。こんなのスマブラに いたっけっていう。スマブラのメタナイト、なんか、仮面が割れてるやついたけど、ダークナイトみたいな。こいつはいねえんだよ。やっぱダメージすごいな。さあさあさあ、熱い剣技をかまし合おうぜ。もう半分いったんだが。おい、これマキシマムトマト状態のソード、ティア1なんじゃないの？全部の能力強すぎて、どれが最強とか言えないぐらいに全て強い。まあだからこれは未強化のすっぴんとかでクリアする人が、未強化爆なしハンマーとかでクリアするやついたら相当すごい。ドリルでもいいですよ。さあ、なんか特にあいつが大技をすることもなく終わりそうなんだけど。当てた！超音波アタック。これ当たったらクソめんどくさいんで。絶対に当たってはならぬ。五感が奪われるから。真田幸村は何回やってくるんだよ。OKOK、全部。当たっちゃった！最悪！ねえ、これもうなんか反転すんなら反転してくれよっていう。中途半端に斜めにして、微妙なね、操作反転が入るせいで、逆に操作してないよ。ただ、このまま、ゴリ押して、OK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 。9分早いんじゃない？こんな適当にコピー能力使ってるにしては。あ、ちなみにね、今、親知らず痛すぎて、親知らず痛すぎるのと、つい5時間ぐらい前まで、貫徹してたせいで、だいぶテンション絡まってます。あ！いや、さすがにドリルは、
無理だろ。さすがにラスボス相手にドリルは、いや分からん、ドリルも実は超強いのかもしれないけど、あれはね無理だと思うので、まあラスボスぐらいこのねソードっていう主人公コピー能力で生かしてくれ。でこいつが今作の裏ボスの裏ボス、エミリンチャンネル最終形態カオスエビリス混沌神種。クソかっこよくない？鳥肌だったもんな。なんか絶対キモいやつになるんだろうなっていうところからのこの圧倒的ビジュアル、俺はなこいつ負けたんだよ。ただ初見は何されてるか意味わかんなかったけど、もう今は2戦目なんでちゃんと適用していきましょう。タイミングわかんねえ、この辺全部ガーフなんでね、気をつけて。さあジャスト回避から、火力が高い、不思議。これ絶対メタナイトソード失えない。ギャラクシーソードって言ったけどメタナイトソード、なんか波動が出てない。いいぞ、ダメージです凄まじい。火力飯食ってるか食ってないかだけでここまで変わるのかってぐらい凄まじいダメージ出てる。突進、オッケーオッケー。待って、これギラティラ何回も来るやつね。ギラティラじゃない、アルセンス、アルセンスで鳴らした 3D アクション。4回やってきたら飛び去っていって、レンジャーとかだと最後までレンジャー来なかったな。レンジャーとかだとこれとかこの最中に攻撃当てれるのかな。はい、ジャスト回避、これ早いんだよ、見てから回避可能だから、まあ、なんとなく技置い回避置いときましょうという感覚。気持ちは13期間なんだよね今。まあ13期間のリメイクに比べればこの程度の攻撃全部避けて死んでましょう。半分オッケー、やばい、なんか一発撮りでどうにか終わりそうぞこれ、信じられないぐらい順調。さあ第2形態巨大化のやつなんだっけ、これジャンプで受けれるんだっけな。さあ BGM がかっこよすぎて、これはあさあ頬張り連打、いまいち当たり判定わかんないからもう魂の頬張りジャンプ連打で2回目両方リアスト回避を挟んでいて、ロールつく回らない親知らず痛すぎ。ちなみに俺もうすぐね親知らず一気に抜くんで、全身麻酔打たずに親知らず真横に入ってる神経を貫通してる親知らず4本抜いてくるんで、いよいよだから4月は入院します、よって実況できない。どれだ本物、回復してる回復してる、どれあれかこっちか、間に合って、これね決められると危ねえ。 HP クソ回復するんでちゃんと本体を見極める、回復の輪っかが迫ってるやつ。おいおい、もっと技見せてくれよ。なんか、生放送やった時もっとなんか派手な技使ってたろ、お前。終わっちゃうぜ、このままだと。ジャンプ波動切りを、ガンガン打っていきいの。さあ、これが最後の攻撃か。まだまだ俺、マキシムトマト残ってるからね、なんなら。出た。これは、タイミングよく、向こう側に。あ、いけなかったー。防御飯とか、ないんだけど、まあ、防御飯あれか。体力飯が防御飯みたいな感じか。相手の火力はね、基本的に凄まじいから、とにかく最低限の火ダメで準備したい。これバニラで、バニラ急に倒そうかと思ったけど、それでグダって殺さなくなったらやだから。なんだ知らん、何これ弱い弱い、頬張り変形させて、今回の一番の魅力である頬張り変形させてくれー。ほぼ連携一番の魅力とか言ってながら、俺的にはこの進化コピー能力進化システムが一番好きなんだけど、スリープとかですら強いからね。やったか、待って、あまさかこっからさらにある、これでとどめなのか、さらに第2形態でもカービィのレバス第2形態だから、ちょそもそもレバガチャが間に合わない、これ失敗したらどうなるの、これ危ねえ。ソウル形態か、わこれだ絶対、真のラスボス、裏ボスの裏ボスの裏ボス来た、なんだキメカオスエビス、やばい完全障害です。なええちょ痛い、待って死ぬこれ、あっ痛い、びっくりした、ゲームオーバーかと思った、なんで今のマホラーか、マホトか、今のスマブラのマホトで見たぞ今の技、なんかこの殴った時にノイズみたいなのがかかるのもなんかで見たぞ、これなんだっけあいつか、鏡の中の大迷宮のラスボスもこんなんじゃなかったっけ。死ぬぐらいならマキシムトマト食って、ここまで来て負けたくねえ。
俺こいつで負けたら気失う。勝った。いやでもダメージはめっちゃ入る。防御自体はそんなないのか。こっちの火力は高すぎるだけかもしれないけど。え？マジでそっくり。鏡の中の大迷宮のラスボスになんて名前か忘れたけど。やばい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 。なんだ俺じゃねえのかよ。攻撃してる。そっち。ビビってジャンプしたやつを押し置きしますよ。アタックだ。隕石好きだな今作。デデデもメタナイトもこいつもみんな隕石使ってる。どういうこと？ベヒーモス？これ何？一番大きいとこに隠れるとかそういう感じ。意味わかんない。ちょっと待って、察し悪いせいでどういう攻撃なのかわからん。正解がわからん。今の攻撃に対して回避できない。この上に登るとかそういう感じか。ここからジャンプして、あ、絶対そうだ絶対そうだ。ちなみに今作今さだけどホバリングはね、あの自分の力で上昇できないんで、だからこういうふうに最大のところまで上がっていってホバリングでちょっとね、あの効果をしていくキモい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 。まあでも素早さアップ食ってるんで回避は挟まなくていい。じゃああと190秒で切れそう。バフがマックスにいったのに。ボールボールとかいうコピー能力ありましたよね。俺の好きなスローとかプラズマがなかったのがちょっと残念だけど、ジャンプで避けて、これいけそうだぞこれ。意外といけそうか。ここまで半分やりすぎだろ。半分いってからが本番みたいなとこあるもんね。これもなんか俺魔法とにやられた気がする。避けて避けて、あの周りの赤血球みたいなやつ壊さないと。やばいやばい、これ俺2個目の体力なかったら負けましたっていうことになる。いやこれ2個目の体力いく前に倒したいな。ちゃんと20掛けの飯がなくても勝てましたっていう、そういう証明したい。月下転職。あーやめてやめて。破壊札らしい。親知らず4本一気に抜くときとどっちがいけんだろこれ。待って、そんなこと言ってられないぐらいにやばいぞこれ。おい、あれが出ない。月下転職出なくなった。最後の無月だから。なぜかというとご用したい。待って、波動が出ないから遠距離攻撃ができん。ダメージを回復する時間がもうない。これは一番上間に合うか。早すぎたか、ジャンプすんの。オッケーオッケー、全然余裕。最後これバニラで倒すか。せっかくだからこの星のカービィの初代から使われてきた最強の手でやりたいけど、これそんなこと調子こいて負けあっぶんねん。そんな調子こいて負けたらやだから、やっぱコピーにしようか。しっ、品津川さあ星出せよ。もう俺はギャラクシーソードに手を出さない。死なー、最悪の未来を受けした。もう二度とギャラクシーソードに手を出さないとは何だったんだ。心折れるの早すぎるだろ。今の状態からなんかもうワンパンシーみたいなのが怖すぎて。ソードに手をやる気はなかったんです。謝める気までではなかったんですけど、メタナイトが勝手に、僕の中のメタナイトが。エミリー終わりか、さすがに終わりかこれ。これ第3形態やったらもう回復ないから辛いぞ。でもレンジャー見せたかったな。レンジャーだけ俺さらに強化したんだけど。終わり臭いですかね。エミリーお前あれだ、洗脳されるのよ、侵食されるのよ。安らかな顔になってる。はい、ということで、まあ多分終わりかどうか分かんないけど、今作のね星のカービィ、まあ今日発売してこんなところで遊んでるやつ多分そうそういないと思うけど、ディスカバリー、まあ普通にねアクション昔のカービィしかやってない人からしたら、まあカービィなんてどうせ子供がやるゲームだとか思っちゃうかもしれないけど、俺はね十分このこの年になっても楽しめているので、なんでね、ぜひとも買って、2人プレイできるらしいんで、男2人とかでやるのは気まずいかもしれないから、ぜひとも彼女ね、2人でやってみてください！